どうぞです。いろいろ実況やっていきたいと思います。とりあえず今回はボス戦ですね。ちょっとレベル上げました、軽く。まあ、軽くなんで、まあ、とりあえずこいつをレベル15まで上げておきました。まあ、ドラゴンスレイヤー持ってるのだいぶ強いですね。おそらくまあ、脱力切り使っていけば勝てるんじゃないかと思います。まあ、ちょっと、HP まああるんで、多分死なないでしょ、さすがにいけるでしょ。ということで、ボス戦いきます。あ、でも、あれしようか。ボス行く前に、軽くレベル上げするか、もう一回。で、そっからボス行こう。ここでレベル上げしてから、行きます。400ゴールドか。まあ、ここで、クエストクリアしてから行ったら、効率いいんでね、非常に。ここのレベルも上がるし、で、この鍵のレベルも上がるし、モンスターのレベルも上がるし、で、金も溜まるしで、お得なんで、ここ。多分レベル20ぐらいまでここで上げれると思います。で、しかもほぼ多分ノーダメージで勝てるんでね、先制取れたら。よし、踊らしておきますか。来てくれよ。買ってくれよ。お、いいね、4体。でかいで。多分な、まあ、普通にこれ。いろいろ、サポート頼むと多分勝手にバイキルトしよると思うんな。オッケーした。イエーイ。強し。ウェイ。HP 高いな、カヨズラ結構。結構高鳴りましたね、HP が。あ、そんな線でいいって。お、結構うまい経験値。でかいよ、経験値。変態マス全然上がらへんやん。しかも結構経験値っていうか、金手に入るやん。井戸魔人。井戸魔人。まさかの井戸魔人ね。バイキャローズ。アンベルス横横。ほら。すげえ。180で強いな、一発。ヘイヘイ。ヘイ。オッケー。うまいね。いいね。ただ5か。もうすぐ250いけますね。おぉ、16。40ポイントで16って言うとヘボいけど。まあ、でも16入ると結構でかいから。いきまーす。そりゃー。バイキャロッツ。てい。よし。まちょ。てい。オッケー。いいね。ワンキルできるんでかいな。しかも430経験値でかい。オッケー。おー、まあまあ普通なかったな。まあ、こんだけ上がれば十分ですよ。ベホイミも足しとくのはいらんかな。まあ、守備からやっぱ。うん。徹底して守備力を上げていくと。これは基本かなと思ってるんで、俺は。守備力めっちゃ大事ですからね。いっちゃいなさい。バイキルド勝手にコアトルかけてくれるのでかいな。オッケー。まちょう。おい。強いな。めっちゃ強い、バイキルド。バイキルドからのこの無知攻撃ほんま強い。よし。こいつがしかも守備力と HP と MP がめっちゃ上がんねん、バランスよく。そろそろ、あれ覚えさせたいところやけど、守備32が最後欲しいな。バイシオンか。まあ、でもバイキルドの倍率高いから。ザウラル覚えさせたらこいつかなり役立つんですけど。まあまあ、守備力アップでいきますか。とにかく大事な守備なんで、あいつが死んでてしまうとかなり痛いんでね。できれば、エンゼルサイマー、今後も使っていきたい。長期的に使えるキャラだと思うんですよね、回復役として。非常に優秀なんでね、回復役としては。だから、まあできる限り、長期的に使っていきたいと思います。いい。ラスト。オッケー、4匹出た。でーい。MP 高いのもでかいしな、こいつ。攻撃、ドン。ドドンパ。よし。ほい。しかも地味に攻撃強いっていうな、こいつ。ロッドが強いから。そ
そこら辺も結構熱い。で、この守備力でこの HP があるからもう負けへんっていうな。よほどの本ない限り。まあ、呪文攻めされたらややこしいですけど。まあまあ、強いですね。いいねー。オッケーオッケー、レベル11。どんどんここの経験値効率上がっていくんで、いつかここ多分メタル超えますね、ここ。このまま行くとね。一回の人で1000ぐらいもらえるんだったらもうメタルより上ですからね、ほとんど。228か。あと30ぐらいで250行くんで、AC もまあ高いんで、おそらくこれで勝てるでしょう。氷の鍵のボス、行きたいと思います。ボス戦ですね。セールネズミ。もうこのままボス戦入るんで、確か。多分ヘルバトラーじゃないけど、何だっけ、アンクルホーンかな多分、そっち系のやつだったと思うね、多分、ボス。アークデーモンとか、そっち系やった気するけど。なかったかな。はい、始まりました、イベント。やれやれ、精錬姿、やかなものが現れたもんだな。じじい来たが。だが私はまだ諦めぬぞ。あ、こんなんやったっけ？悪魔の神官？悪しき者を引きなさい。なんだこの声は。ヒリフソンです。え？ぬわぁ！マジで？そんな展開やったっけ？え？戦うんねんこれ。強っ。あ、戦闘なしこれ。え、ボス戦なかったっけここって。まあ、ええか。ボス戦前作やったらあった気づいたけど、リメイクはなくなったんかこれ。これどうなるの？いけるとこ増えるんだっけこれで。氷溶ける。あ、氷が溶けるんだっけな確か。全部の。そうやったな、確か。よかったっけ。いけへんかったらいけるようになるよ、多分。あ、いけるようになりましたね。この氷の塔。確かこの氷の塔はやけに敵が強かった気がすんねん。なかったっけな。いけるようになってますね、表情の塔。多分イーストリアから行くはず。さらに、ここの氷も。いけちゃうんです、トゲジング。きたー！大空の盾。大空翼くんの盾ですね、これは。あざす！おほほ。これで空飛べるようになりますね。長老寺とかこれでゲットできるようになります。まあ、今はいらないんですけどね、別にもう今のパーティー気に入ってるんでね。それではまたいつか、さよなら。じゃあな、女神様。来たー！俺と悪者だ！さて、氷の世界もクリアしたね。次、天空ですね。天空の世界。もう天空まで来ると結構もう、まあまあ、表面はもう後半に差し掛かってますね。そろそろもうハグレメタルでレベル上げしたいから、ちょっともうメタルスライムはもうええんやけどな、俺は。ハグレ出してほしいな。おらかよくちゃで。で、マルタの人の代わりは？なるほど、これが踏む大空の盾っていうのが全然合ってないやろ、もう穴に。絶対無理じゃない？被せるんけ、これ。はまらへんやろ、だってこれ。めちゃくちゃやで、もうこれ。被せて迷うからな。絶対無理やん。ちょっと考えてわかるやん、こんな。適当すぎるからな、マジで。壺とかやったらすっぽりはまってとかわかるけどな。仕方ない。よし。Thank you. はい、これで空飛びます。空飛べるというか、まあ、空を渡れるんですね。石板から石板でね。これ結構大事な能力。はい。完璧です。ピンと来たぞ。おう。イベント終わらしてこいと。
イルとのイベントを終わらせてこないと、ダメですよ、ということですね。さて、ここで取っときますか。アイテム。来たー、しょぼ。シュワーン。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし。イルのとこ行きますか。戦闘がなかったんでね、思った以上に。格闘場も次また B ランクか A ランクか忘れたけど、行かなあかんしな。よ、イル。くそ。まるでおかしいの。マジか。あれ、イベントはもうこれでいいんか。リーファね。あの、使うときも進めていかないあかんないね、確かあれ。結構お得なアイテムもらえるかな、私。オスの杖とかメスの杖とかなんか。お、これだけ？特にないな。格闘場で行くか。あ、見せた。ミステイク。今やったら余裕勝てる気するんですよね。パーティーがめっちゃ強いんでね、今。もう何せ。格闘場行きます。しかも回復も持ってるんで、モントの後両方で持ってるんでね。いいんですよね、これがまたパーティーで。ちょっと AI 決めとくか、若干。ホイミとバイキルトとスカラいらんな、別に。これでもルカにボミエいらんな。眠り攻撃、あ、でも眠り攻撃やったら、まあ、無知攻撃せんかいらんわ。ルカにもいらんわ。もうアタッカーとして生きていこう、こいつは。あ、まあ、ホイミはいらんかな。うん、これぐらいにしよっか。淡い騎士の鍵。ちょっと怖いな、A クラス。A よ、A っていうイメージ、強すぎるイメージあるから。イベントどこで起こせんだっけな、次。忘れてもだけど、まあ、ええわ。もう今話したら大丈夫かな。おう。おう。どこあったっけな、天空の鍵。あー、なんか、普通になんかあれっぽいな、あっちに。見てみますか、普通に。まあ、歩くことで見つかるもんもあるでしょうし。ちょっと歩きますか。どこあったかな、天空の鍵って。こっちか、と思うな。こっちの大通りやった気するな、確か。こっちやった気するな。こっちがこの逆方向かどっちかやと思うね、確か。お、ソフトクリームおばさん。おなじみね。多分こっち側やったと思うね。西通り。西通りに、お、メタルじいさん。あー、怪しいな。かわいいな、メタルスライム。メタリン。いそいそと。これはテリーのワンダーランドの王様ですね。懐かしいおじさん、おっさんですよ、テリーのワンダーランドのね。おざす。おう。いそ、いそ、いそ。メタルスライム作れるんかよ。ダモーレスピア。強いんか。弱。いらねえ。メタルスライムか。どこあったっけ、天空の鍵。東通りかな？ちょっと忘れたな、正直ちょっと。大通りって。あ、それか。あ、でもどこやったっけな。まあ、こっち行くか。ちょっと思い出せないんですけどね、もう天空の鍵どこで手に入れるか。まあ、何かしら誰かイベントが起こるはずなんで。こんなとこじゃないな、絶対。格闘場の方かな、もしかしたら。こっちの方っぽいな。うん。こっちっぽいですね。ここは？お？ででってで、ででってで、
この子好きやわ。まあ、お見合いちょっと見てみるか。なんか大したもんおれへんと思うけど。まあ、見せてみたまえよ。お、ダゴンや。うわほう。バルンバ。大したもんおらんな。まあ、一匹得するからな、これ。うわ、こいつ強いね、ストーンスライム。ギャンブルボディいきなり使うから、もっとも強い。だいぶこっちかビリビリボディも持ったような気がせんでもないな。あ、持ったんやなかった、こいつ。どうしよう。バルンバか、いらんな。ブラックサンド、サイレス。スライムタワー、まあまあまあ、サイレスとか作っとってもええかもな。ジャミングブレイク、ギャンブルカウンター、マッドロン。サイレスは作っても、セトリと、インタマか。まあ、これ使うかいらんから。お、ミストイング。ほう。まあ、サイレスかな、やっぱ。サイレス作っときますか、ちょっととりあえず。オッケー。ミストムつくとこやっぱり。チーム、お、ええやん。守備アップ、ジャミング。ジャミングかー、いらんな。眠りガード。まあ、これも出しようか、適当に。オッケー。多分これ悪魔の書が生まれる、と思う。まあ、でかい気が気を持ってて損しないんで、持っときますか、こいつ。名前出しようかな、こいつ。適当に、もう超適当につけときますか、これは。うはははは。どこなんで。で、どこなん。あ、思い出した。多分、あの、鍵屋の人が多分、あれやったと思う。鍵屋の人が多分くれた気がするぞ。鍵屋というか、鍵の人が。これ、こっち。ちゃかったっけな。ちゃうわ。あれ、どこやったっけな？天空の鍵、ヒントくれよ。おう。あ、これや。あー、これやわ。なるほどね。多分、カメハについてたもんこれ、あれやったと思うな。カメハ王子を追って、なんか連れ戻してくれみたいな感じになって天空の鍵もらった気がするの、確か。ちゃかったっけな。多分そんな感じやな。結構いがつがあるな、このカメハの親父は。もうなんか王様っぽい顔しとるもんな。その人を見て、本業はサーカスの団員か？やりてよな。バカにしとるな、こいつ、ちょっと。しばくか、いっぺん。ほうほう。なるほど。天空やろ。はい、来ました。そうそう、こんなんあったわ、セーブ確か。忘れとったわ、普通に。なるほど。了解した。オッケー。じゃあな、親父。とりあえず、まあまあ、これで、いける。どこがここ。ちょ、ワープするか。これで新しい世界、天空の世界いけるようになりましたが、どうしよっかな、格闘場、まあ、いらんか、淡い騎士の鍵なんか。別にいらんねんけど、あと、配合見ようか、とりあえず。配合ってのは定期的に見ないといけないんでね。うん、新しいところに行く必要があるんで、やっぱね。新しいステップにね、次のステップ踏む必要があるんで、どうしてもね。まあ見ますか。どんな新しい用があるのか。で、次目指すところ、見つけて、見定めていかないといけないんでね。マススラーか。まあこれはいらんな。マンドラゴラ。これランク B やから、まあまあ、あんまり。うん。
まあ、コアトルを超える逸材はおらんな、今のところ。コアトルほどの逸材はいないですね、この中には。Cランクが気になるとこですね。で、Cランクの中でも、面白いやつを見つけていかなあかんから。ああ、キングスライム。まあ、無難に強いけど。今のパーティーが強すぎるから、結構俺。そんななんかあんま変えようとかってないんやな、正直。ないな、特になんか変えなあかんなってのは、特に。あ、魅力感じるやついないですね、正直。まあまあ、行きますか、このまま普通に。お疲れ。さて、時間はもう20分過ぎてますね。イベントだけでほとんど。はい、というわけでとりあえず、一旦終わって、次はまあ、多分メタルエリア一回行ってから、もう一回普通に、天空の鍵行きたいと思います。まあ、今やったらメタルエリアって多分勝てるかな？あ、まだ無理か。まあ、わかんないです。多分、まあ、レベルは何本か上がると思うんで、軽くレベル上げてから行きたいと思います。結構強くなってきてますね、パーティーは。うん。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。